乾杯。イエーイ。いやいやいや、はい、いやこちゃん、はい、なんで乾杯してるか分かりますか。なんでですか。いやこれ実はですね、お今日の放送が、はい、なんと100回目でございます。わーすごい。100回目。100回目ですよ。もう何年やってるんですか。もう2年弱ね。あ、2年弱。契約書をですね、はい、結ぶ前に収録した日から、うん、いやめちゃくちゃしてるやん。100回目です。よう考えたらめちゃくちゃしてる、はい、白前さんね。白前さん、そうそう、はい、しかも1回目ちょうどここで、ここで撮ったね。あ、なるほど。そうそう、また戻ってきたんです。そうなんですね。やっぱ100回目だからってことで戻ってきました。あ、そういうことやったんです、はい。まあ、本当は今日近く、はい、ね、藤木里帆さんの展示会があるんで、はい、その場所に近いからここなんですけど、はい、はい、まあ、そういうのも含めて、含めてたまたまでも戻ってきた、はい、戻ってきたんです。ありがとうございます。ありがとうございます。で、これね、はい、100回を記念しまして、はい、あのフルートフォーシャのですね、はい、オリックさんという方から、はい、はい、あの100回記念にふさわしく、はい、エンディング曲をですね作ってもらいました。オリックさんが、オリックさんありがとうございます、はい、このユンタグラフテイナイトをイメージして、うん、このエンディング曲、はい、ちょっと聴いてみましょうかね。はい、はい、すごい。これオリックさんにですね、一応沖縄をイメージしつつ、これユンタグラフテナイトっていうもので作ってもらいましたね。そしてなんとオリックさん、なんかお母ちゃんのことが好きみたいで、ラブレター届いてますね。ちょっと読んでもらってもいいですか。ありがとうございます。ちょっとこの、ね、すごいオリックさん、はい、日本クラシック音楽コンクール全国大会フルート部門高校の部第5位。5位。え、もういくつなの。いや、年はちょっと言えません。言えませんか。はい、言えるやろ。99年生まれの方で、はい、若っ、はい、ま、第18回大阪国際音楽コンクール管楽器部門木管楽器 AGU アンダーとかあるんかな、そういう、はい、これなんですか、年齢によって、はい、エスポワール賞。そうです。そんなオリックさんからですね、この曲と、はい、あとメッセージが、はい、はい、来ているということで、はい、いいですか。はい、お願いします。なるほど。ちゃう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 。読むところよ。声出して読むところよ。音読のところね。はい。今、あんただけ読んでもらっても困るのよ。はい。岡ちゃん。はい。かっこ岡田さん。ああ、なるほどね。初めてだから、一応岡田さんっていうのはね、かっこでは。確かに確かに。はい。ハート。ユンタクラフテナイトのリスナーの皆様、こんにちは。この番組のテーマソングを作曲させていただきました、フルート奏者のオリクです。この度は100回目の放送おめでとうございます。昔から隠れファンをさせていただいていた岡ちゃんの番組に曲を作らせていただけるなんて、この上なきありがたき幸せでございます。こんな日が来るとは思ってもおりませんでした。大変光栄です。いつもはフルートをそう、演奏することが本業なので、作曲する機会の少ない私ですが、私なりの愛を込めて作曲させていただきました。沖縄の美しい海、それに映る夕焼けを流れるようなメロディーで表現しました。沈んでいく夕日もイメージできるように思います。どこか懐かしさのようなものを感じていただければ嬉しいです。曲名はまだ決まっていないので、全リスナーの皆様とお母ちゃんに決めていただきたいです。今回はあいにくスタジオにお邪魔できませんが、ぜひまた遊びに行かせてください。皆様に愛されるテーマソングになりますように。オリク、はい、オリクさんありがとうございます。字が可愛いね。確かに字が可愛いし綺麗。いや、してもビチビチにね、最後まで。しかもディズニーの100周年、今年100周年のメモリアルな、メモリアルね、便箋100と100でかかってる。おおー、すごいね、オリックさん。オリックさんありがとうございます。ここだから本当は持ってなかったのかな。え、この100周年のこれさ、あ、買いに行ったのか。だけど気づいたらディズニーに走ったのかな。やるんじゃないですか。いや、嬉しい。しかもお母ちゃんのこと隠れファンだからね、長いこと。隠れファンって何。だから、世間的には、一般的には、なんか見てますよとか言わずに。言わずに、はい。まあまあね、そう、いろんなファンがね、はい、方の形ありますね。オリックさん今度来ますんで、呼びますんで。あ、来てくださるんですか。来て来て、いろいろフルート。オリックさんのこと俺全然知らんけど、なんか知ってるんですか。いや、僕もそんな知らない。知らんのか。はい。ただ、音色がいいって言ったときは、はい。オリックさん来てくださる。このラジオもですね、はい。たまにですね、はい。事務所の方から、営業されるんですよ。私たちの誰を誰を出して。ああ。今。あ、そうなんだ。影響力が出てきてますんで。はい。もう YouTube も収益化始まりましたんでね。あった
あ、そうですね。嬉しいことに。ありがたいです。はい。ただ今、アドセンスのね、はい、審査がなかなか通らないです。え？ちょっとこれ、あれなんで。多すぎるんか、今。過去にもなんかいろいろやってて、僕がね、YouTube とか。はい。それをなんか、ダブリアドセンスみたいなのもあって、ちょっと今、いろいろ整理してるところなんでね。あ、そうなんですね。はい、あの、ユンタク自体は問題ないです。あ、大丈夫です。はい。もう、めっちゃ綺麗な内容なんで、全部。あ、そうですね。はい。ご安心ください。はい。今日ね、100回記念なんで、はい。ゲスト。は。2週連続ですよ、ゲスト。そうですね。前回チーズボーイでしたけども、はい、今回はどちらの方がやこれなのでしょうか。ね、楽しみ。はい。はい。それではそろそろ参りましょう。はい。岡田浩太と伊賀つれきのゆりたくラフテーナイト。この番組は FM21 沖縄県浦添市のコミュニティラジオ局から iPhone 修理なら iSupport、有限会社昭和厨房設備、株式会社氷組、フレッシュミート大城、株式会社レント、炭火焼き鳥ゆくる、沖縄スイミングスクールグループ、浦和畳店、フットクォーターズ、水晶鍋で食べるしゃぶしゃぶのお店、三別亭、眼中の扉、アイスがもたらす笑顔のために、フォーモストブルーシール、北海道別海町ふるさと納税、藤田誠一郎率いる藤田金属、ポッドキャストでもお世話になります、イオシコーラ、日本最東端のバス会社、根室交通。以上、各社の提供と、公園浦添市で、毎週月曜日、13時から14時の1時間でお届けいたします。また、YouTube 岡田とラジオでアーカイブ配信をしておりますので、日本全国どこからでも聞くことができます。今回のラジオは、100回記念でもブレずに、ゆるーくおしゃべりをお届けします。ドスー！はい。100回目でございます。いや、嬉しいですね。はい。そんな100回目にふさわしい、本日のスペシャルゲストです、はい、マッチングアプリメディアと婚活サービスの運営株式会社パラソル CEO とマッチングアプリ専門家のサキさんにお越しいただきました。サキ、はい、さんでーす。どうぞどうぞどうぞ。いやー嬉しい。サキです。サキさん、伊藤サキさんね。伊藤サキさん、はい、伊藤サキさんです。よろしくお願いします。すごい。いやもうCEO だ。CEO ですよ。え、はい。去年ね。はい。去年7月1日から。そうです。CEO になりました。もう丸1年。丸1年。はい。はい、もともとは何をされてたの？もともとは、あの、2017年が今のパラソルに行って、はい、で、立ち上げメンバーとして入ったんですけど、はい、去年、その、婚活サービスの立ち上げをするにあたって、事業責任者だったのが CEO に。はい、なったっていう流れなんですけど、その前はリクルートにいました。はい、ああ、はい、そうなんですね。リクルートではどういう。リクルートは、あの、スーモ。スーモ、住宅情報。あ、で、スーモ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 のやつ。あ、それです。スーモ、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 スーモ。それを作る部署にいました。そうなんです。あ、じゃあ、住宅にも詳しく。ねえ、でも、11ヶ月しかいなかったので。ああ、結構短い。あんまり覚えてなくて、はい、多分リクルートの人、誰も私が行ったってこと知らないぐらい。いや、でも、逃した魚大きいですね。そう、今のマッチング。CEO ですからね。ありがとうございます。婚活マッチング、はい。マッチングアプリ専門家っていうのはどういった、はいはい、確かに。そうですよね。何ですか？一応、日本で一番マッチングアプリに詳しい人みたいな形でやらせていただいておりまして。はい、テレビとかにも出させていただいて、はいはい、あの、まあ、マッチングアプリって今めちゃめちゃいっぱいあるんですよ。はい、いやもう聞きますよ。何種類ぐらいあるんですか？今普通にめっちゃちっちゃいやつとかも入れれば100個とかは全然、うん、100? 全然あるんですけど、はい、で結局でもメジャーどころで言うと多分10個ぐらい、うん、あー感じですね。でその中からでもどれ使ったらいいか分かんないとか、分かんない、でどうやったらマッチングできるのとか、女子にモテるのとか、みたいな情報ってわかんないじゃないですか。はい、全然わかんない。それを、まあ、発信していく役目を、まあ、担っている。すごっ。めちゃくちゃ必要な。だから、まあ、失礼ですけど、はい、まあ、恋愛が下手、はい、というか、恋愛の仕方がわからないとか、確かに。うん。そういった方に、アドバイスをそうです、ね、してくれて、あなたならこのアプリがいいですよ、はい、そうそう、もうできる。あ、そうですね。いや、ほんま俺正直、はい、ちょっと恋愛とかできなくて、はい、もう笑いを届けることしかできない。一番最高じゃないですか。だから、はい、確かにそういう方がいると、はい、すごい助かります。確かにね。そう、だから、大人の魅力はちゃんとあるのに、うん、知らないからで
あのね、女性からフェードアウトされてるとか、うん、確かに確かに、これを言わない、言っちゃいけないって知らなかった、知ってればやらないのにやっちゃうとかってあるじゃないですか。言っちゃうね。言っちゃうじゃないですか。何に確かに。あ、でも俺ももう恋愛から遠ざかってるから、はい、ああ、確かに。もう10年以上遠ざかってるからね。はい、まあそうですよね。そう。男性とかだとよくあるのは、なんかデートで喋ってるじゃないですか。はいはい。なんか喋ってて、うん、はい、なんか質問ある、何でも聞いてみたいな。ああ。なんで言っちゃうって、はいはい、結構いるんで。へえ。親切心で言っちゃうんですよ。はい。何でも喋るよって意味。ああ。で、これは、あの、マッチングアプリで出会った人同士の話。そう。デートして。でも、そんな質問あるとかって面接官みたいな、うん。ああ。みたいなこと、男性すごいやつ。ええ、嫌だ、その男性。やりそうでも俺。やりそう。やりそう。やらないと思うよ。普通にやってまいそう。優しいからやついてまいそうな感じはありますけどね。そうだからね。そんなこと男性やりがちなんだ。やりがち。あとアプリだと、あの、はい、何人会いましたかとか聞いて。ああ、それはないわ。それ嫌だ。あ、それ嫌っすね。付き合った女子がさ、カップルが、はいはい、なんか、今まで経験人数いくつみたいな。そう。聞くと同じだよね、今はね。そうですね。で、女子大体3って言うんで。言うあ、そうなんですか。言う誰言う津田さん言う。もう3しか出てこないんで。3言うわ。まあ、多くても少なくても。そう、多くても少なくても3しか言わないから、無謀な。なるほどね。質問。はい。確かに。なるほど、なるほど。ゼロって言うとちょっとまた、相手の捉え方変わってくるから。そうそうそう。だただ、10とか言えないし。確かに確かに。うん、3が一番いいね。あ、なるほど、なるほど。あ、じゃあ意味ないって意味ないですよ。そうそう、言えないし、聞かれた方も困っちゃうから、聞かない方がいいよ、ね。そういうのを、はい、その、専門家たちは、はい、あの、これを聞いちゃダメだよっていうのを事前にお伝えしておくんですね。そうですね。メディアにしたり、はい、YouTube だったり Twitter とかで配信して。はいはいはい。なるほど、なるほど。すごい。うわ。面白いですね。性格に合ったそういうことも分かるってことですか？あ、そうですね。あの、性格というか、マッチングアプリの選び方で言うと、目的とか、はい、うん、あと年齢層によって結構使うアプリが違っていますね。あとは、さらにそこから、メッセージが苦手とか、あの、相手探すのがもうよく分からんとかに合わせてまたさらにカスタム、あの、なんだろうな、その人に合ったアプリを。はぇー。使いしてるっていう感じですね。へぇー。伊波さんってやったことあるんですか？俺ないよ。あ、マッチングアプリと呼ばれる前の出会い系サイトとか。ああ。あれが違法かどうかわかんないですけど。スタービーチとか。スタービーチとか昔ね。はい、ありましたよね。普通に全然やってもいいやつなんですか？はい、あれは、でも、スタービーチとか多分その誰でもでき、昔はその出会い系ってなんかちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、真面目な話しかしてないけど、あの、身分証明書とか提出しないで誰でもできたんですよ。だからその未成年が入ってきちゃったりとか、はいはいはい、そのなんていうの、なるほど、援助交際みたいな話になっちゃってて、はい、で、日本はもうめちゃめちゃその文化というか、うん、出会い系でしょみたいなのがずっとあって、で、アメリカとかだともう1990年代からマッチングアプリで出会うって全然普通だったんですよ。日本がそっちになっちゃったから、なるほどね、すごい浸透するの遅かったんですけど、でやっと2012年から身分証明書提出必須 あのマッチングアプリっていうのが出てきて、はいはいはい、やっと最近みんなアプリねって分かるようになってきたっていう、うんうん、なるほどなるほど、はい、そういうことか。そうなんです。やっぱ日本ってやっぱアメリカに遅れを取ってるね。まあなんか言いますよね。3年後ぐらいに来るみたいな。もっとよ、鉄フライパンだってさ。いやいや、そう。すぐ出すやん。もうあのアメリカではもう主流じゃん。ああ。ね。確かに確かに。そのテフロンとかも使わずに、鉄フライパン。はい。もうそれがヨーロッパに渡って、今度ヨーロッパを渡って日本に来るから。なるほど。日本は10年、20年遅れちゃうんだよ。ってくる。そうです。はい。だ、日本だってさ、商店街とかって、はい、結構主流だったけど、はい、アメリカはもうその時にはショッピングモールできてたからね。ああ、ええー。もうそういう文化が。ちょっと遅れを取ってるんだよね。遅く入ってくるっていう、うん。あと、鉄分。いや、ええねんもん。藤田金属の鉄フライパンが。40倍のやつね。はい、40倍ね。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。遅れを取ってるんですね。そうですね。アメリカだと3分の1の人が、結婚したカップの3分の1がアプリで出会ってる。しかも1990年だからね。そう。関係。うん、そう。その1990年からもう有名な、今でいうマッチグループっていう、はあ、マッチドットコムとかがあって、はいはい、1997年とか。はあ、当時はアプリでやなくて、そのマッチに、そのマッチング専門店みたいなのがあったと。あ、ウェブで。ウェブでもあったんですか。あったんです。へぇー。サービスで。早い。じゃあもうその、
今もう2023年には、はい、なんかちょっとあるじゃないですか、そのアプリで出会ったんやみたいな、うん、ちょっとなんかうがった見方みたいな、うん、一切ないってことですか、もう今アメリカは全然当たり前に出会ってて、日本でも結構皆さん割ともうアプリで出会ったってみんな言います、うん、結婚式でも結構行ってたりとかしますね、はいはいはい、うん、じゃあどんどんそれなくなっていって、そうですね、だから日本、アメリカがもう1990年からそれが主流になってる、3人に1人はマッチングアプリっていう時代に、やっぱ日本人は合コンしない、ああ、そう、そうですね。ね、そう。でも、その時は合コンで出会うっていうのは恥ずかしいから、確かに。違う言い方してたり。確かに、紹介とかね。飲み会とか。飲み会とか、はいはいはい、お食事会とか。確かに。共通の友人をとか。確かに。そう、そういうことか。俺、それが恥ずかしい。居酒屋行ってさ、うわ、そっちの方が恥ずい。自分の名前つけて、居酒屋で出会ってるわ。はい。でもね、僕、先駆けよ、先駆け。先駆け。男性4000円。はい、女性3000円の会費を取ってましたから、あ、あ、そのありますよね、男性がちょっと高め、ちょっと高めだけど女性からもちゃんともらう、でこれもらわないと女性がまさに適当に来ちゃうね、あ、相席、そう、相席居酒屋みたいな、確かに、だから男性が払って女性はなんか飯食ってもう連絡先も交換せずにバーって帰っちゃうみたいな、あ、なんやねんみたいな、なるほど、しかも違反会って言われたらなんか合コンじゃないんだからお金払おうって気持ちになりますよ、ね、なってくれる、ありがとうございます、本当に嬉しいユーザーから、はい、合コンだとなんかなんで男が払わないのみたいな女子いるじゃないですか、はいはいはい、2000円取られたんだけど、確かに違反会に参加してるだけで参加費払ってるって、そうそうそう、取れたらよかった、確かに合コンはそうなんですよね、はい、男だけでなぜか割り勘してるね、確かに確かに、でちょっと足りないから女性からその1人にだけいいんだね、そうで、なんか嫌な顔されるそう確かに合コン、確かに避けて、ほんまに一昨日ぐらい、うん、そのそういうもういいか別に、その、うん、たまたま来たいな、なんないたまたま、うん、そのシドニー氏っていう芸人がいるんですけど、はいはい、その人の誕生日会で、うん、こうまあやってたんですけど、うん、その酔っ払いまして、うん、石井が、あ、石井がね、めっちゃこの廊下ちょっとこう入っちゃう、あら、まあ感じになって、はいはい、ほんでむっちゃ入ってるって言って掃除しようって言って、うん、ピーコック上にあったんで、はいはい、掃除用具みたいな買って、うん、めっちゃ掃除してたんですよ、わーっつって、ほんで終わったぐらいでなんか女性の方が来まして、うん、でお母ちゃんですかみたいな、あ、そうですみたいな、あ、めっちゃファンですみたいな、はいはい、あのハグしてください、ちょっと酔っ払って、お母ちゃんもね、あっちもね、はいはい、で、あ、で普通にしまして、はいはいはい、で、あのインスタか LINE ちょっと教えていただけますかって言って、あ、全然 LINE で教えますよ、はいはい、で LINE 交換して、はいはい、で、なんかまた飲みに行きましょうみたいなって、うん、あ、じゃあ飲みに行きましょうみたいになったんですよ、それが6日ぐらい前で、はい、その3日後にはもう飲みに行くみたいな、俺はで、女性2人呼びますねみたいな、うん、あ、その女の交換した子が、はい、あと2人呼ぶと、あ、2人呼びます、ね、相手3人だ、相手3人で、はい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 、で僕1人やったらあれかなと思って、うん、ここはもう2人呼んだ方がいいじゃないですか、うん、でももう2人呼んだら合コンになるんですよ、なるほど、確かに3対3ね、そう、1人だけにして、うん、3人ではいはい、そう、それぐらいやっぱり避けるもんというか、合コンっていう、そうね、周りからもそう見られたら嫌じゃないですか、で、そう、でもそれは飲み会ですけど僕全部払いました、あ、かっこいい、全員の分お支払いして、すごい、さすがに、これ場所はまた港区で、そうですね、肉麻布、あー、おしゃれやね、いいとこじゃないですか、もうオープンな場でね、オープンな場で恥ずかしいこと一個もなく、自己紹介ゲームやるの、いやいや、ちょっと高校やないやる、高校じゃないから、高校じゃないから、はいはい、普通に楽しく話して、はい、もうでも全員終電、ダーツもしましたけど、あー、ダーツしたんや、そう、めっちゃなんか、エッチなダーツしました、あの言葉でエッチな、その、はい、めっちゃ一人、うん、エッチな人いたんですよ、すっごいエッチな、エッチな子いたの、なんかこうやって投げようとしたら入れてとか、あーやだー、もうちょっとお昼にはちょっと入れてとか真ん中、はい、あ、はいはい、入れてくださいとか言ってたんですけど、はい、パッと終点で帰りました、なるほどね、じゃあその子はエッチな子、いう子はもともと知り合った子、子とは別の子、あー、じゃあその知り合った子怒ってるわ、あ、私より目立っちゃってみたいな、よう分かってますね、え、そうなの、なんかその後、うん、やっぱあるんですよね、うん、その LINE で楽しかったですみたいな、また、うん、
あの飲みましょうみたいな、うん、焼き鳥ジジとか行きましょうジジな焼き鳥ジジっていうのは、はい、私たちの焼き鳥肉ね、焼き鳥肉のジジね、はいはい、あの一緒行きましょうみたいな感じで、はい、あの言ったら、あのその誰別の子や、別の子やと思いましたって言って、うん、あ全然そんなことないよ、うんうんうん、嬉しいって聞いた。すごい。じゃあ次のデートももう。そうです、そうです。行くんだ。すごい。それ差しですか？それ差しです。あらま、はい、すごい。じゃあ予約取るよ、これ。いや、いいわ。なんで取りたい？いつも取ってるじゃん。なんで取りたいですか？いや、取って。なんかもう、うん、ゴージャスにします。ゴージャス。はい。でもほんまにその、だからそれぐらい、うん、未だに合コンとかも、そやし、うん、ま、そのマッチングアプリとかも、なんか結構避けがちというか、うん、僕もやったことないというか、なんか自意識出るというか、うんうん、あと、まあ、YouTube やってる手前、はい、岡田が、それが一番怖い、それが一番怖いじゃないですか。岡田に誘われて、こんなやりとりして、はいはい、とか、課金してんのとかバレるんですか？ああ、バレます。ああ、バレないです、あのアプリによって。ああ、めっちゃ課金してるんだけど、はいはい、わら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 、はいはい、めっちゃ恥ずかしいから、はい、なんかその、情報が守られる状態やったらね、全然。芸能人認証機能っていうのがあって、あの有名人ですって運営が、うん、あの承認した人は、芸能人ってタグがついて、顔写真出さなくていいんですよ。あ、なるほどね。そう。だから、顔写真わかんないけど、この人有名な人なんだって思って、女子とメッセージやり取りができるので、なるほどなるほど。それ使ってる方とか、結構スポーツ選手の人とか、芸能人の人とか、たまに私も何のアプリ使ってるか聞かれて、それをお勧めすると結構使ってたりとかするので。いや、中途半端っすよね。だから、僕はだから。そんなことないよ。登録者数と50万人とかいったら大丈夫、はい、大丈夫です、大丈夫です。全然、全然大丈夫です。だから、岡ちゃんのことを相手は知らずに、はい、あの要は心で好きになってくれて、そうそうそう、心で会いたいと思ってくれて、すげえ。で、岡ちゃんは相手のことを知れるわけですよね。そう、顔写真わかるんで、女子側は。ね、うん、それに初めて会った時に、はぁ、むっちゃ丸坊主やんってな。ちんちくりん来た。いや、これはごめん、ゼロではない。で、うん。だからそれはそれででも面白い。そうそう、面白い。向こうからしても。だから、初めからもう決めた方がいいじゃないですか。あの、うん、もう今日は、ドトールで、例えばお茶だけしようっていうのを決めといて、はいはいはい、だから何があろうが、もう1時間で解散。あみたいなね。そんな大事なんですか。そう。だから、ね、女の子だって、見た後に、ちょっと早めに帰られたかってなると、ちょっと気悪くしちゃいますし、そう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 、急に先輩誘われたとかね、はい、例えば。気悪くしちゃいますから。そうか、言わないといけない。そうか、そうか。ルールを決めてやった。こっちがね、そういうのは言ってあげないと。そうそうそう、なんか、初対面同士だから、どういう人来るかお互い分かんないので、普通にね、夜飲みに行っちゃったりとか、それこそダーツとかね、行きましょうとかって言われたり、タイプじゃなくても行かなきゃいけなくて、そうですよね、リスクをなるべく抑えるって意味でも、なるほど、最初のデートはカフェで1時間ぐらい、はい、いいと思ったらそのまま、あ、夜も空いてますって言ってご飯行くとか、はいはい、次ご飯行きましょうって言って、そっかそっか、行くとか、確かに確かにしてます。へ、最近の女子だとどういう傾向の男性を好むとかってデータでも出てるんですか？ああ、でもなんかデータとしては、うちそのそれこそ婚活の女子に何歳、例えば年齢で言うと何歳までとか、うんうん、年収はいくらぐらいがいいとかって聞いてるんですけど、はいはいはい、基本的に年収で言うと自分と同じかそれ以上って言います、うん、だから1000万以上とか、はいはい、すごい高望みしてる人全然いない。あ、なるほどなるほど、ね、意外ですね、意外。そう、だから400万の女子だったら400万以上なら嬉しい、嬉しい。500万の女子だったら500万以上がいいって言いますね。なるほどね。そう、だからあんまりこうギラギラみたいな感じの人とか、はいはい、億万長者みたいなのってよりは、はい、なんか対等で入れる人みたいな方を望んでる人が多いですね。まあ、これやっぱ人ですもんね、うん、だって別にね、1000万でも500万でも人が良ければね、確かに、そんな居心地がね、居心地が良ければいいですもんね。そうです、やっぱ会ってみた時のもう感覚、はい、何が向いてんのやろ、じゃあ僕は。でも恋人探しですか？恋人探し、恋人探し。おいくつでしたっけ？32です。あ、同い年だ。あ、同い年。あらま、90年生まれ。90年生まれ。あらま、ああ、一緒です。出会った。出会った。このマッチング。これがもう、これがマッチング。この番組してるのもアプリみたいな。マッチングアプリ。マッチングアプリ。出会った。そうです。でも32だったら一番モテるんですよ。前、ペアーズの、うん、マッチングアプリ、ペアーズの、はい、人気の男性の会の年齢が一番人気の年齢32だった。いや、これ分かった。子供でもないし、そう、おじさんでもない。そう。ね。そうなんです。なるほど。
やばいやん。伊庭くんも一緒。伊庭くんも一緒だ。やばいやん。はい、やばいぞ、もう。三十三になるやん。やば。確かに確かに。やばい。あと残された時間。残された時間が短い。そっか、今年33ですね。そうですね。33、はい、はどうなんですか ?33 が僕いい気がしてるんですけど、数字が良くないですか、ね、ちょっとね、耳だからね。32よりは、下がる。下がる。下がる。ちょっと下がる。ちょっと下がる。ちょっと下がります。31よりは上がるんですか31よりは、まあ、一緒ぐらいです。なんかね、28と32なんですよ、山が。あー。28って32でもっと28で俺分かれてます。はいはいはい。あとは下がっていくっていう。はいはいはい。やばい。まあでも下がっていくって言ったらまだそんな急じゃないから。急じゃない。あ、そうか、しかも。急じゃない。ね、急じゃないので。データとは全然ちゃう行動してるから。そうそうそう。なんかちょっとちゃいますもん。ちょっと、やっぱ遅い、遅咲きじゃないですか、こういう仕事って。はいはいはい。今来たぐらいですもんね。確かに。確かに。でもなんか33、35全然大丈夫だと思う。ガクっていくのが37とか。7か。あら。なんか確か分かるな。なんでだよ。なんとなく分かるな。俺だって32が一番持ってる年齢って思ってなかったですもん。もっと26とか24、5。24、5は、その28中のちょっとお金持ってる大人の男に負けちゃうんですよ。ああ、そうかそうか。そう。一番25、6不利。アプリ界では。アプリ界では。ってことは現実でも意外とそう。現実、そうです。アプリ界よりは、ちょっともうちょっと年齢ってあんま関係ないんですけど、やっぱ別にあって、で喋って、うん、そういうことか年齢後から来るじゃないですか。なるほど。そう、はいはいはい、アプリ界だと先に年齢が来ちゃうんですよ。そうか。だってアプリ界はあの何にもコミュニケーション取ってないのに、フレーズおもろかったです。アプリ界は。アプリ界はコミュニケーション全く取ってないのあった、はい、リアルな、はい、取ってないけどなぜか二人で会う。そう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 。でもさあの24、23とか職場とか友達からの恋愛の発展って、はい、ある程度本人を知って、うん、この人はどういう時怒るんだろうとか。うん、こういう時優しい言葉をかけてくれた、はい、そういったことが全部積み重ねて、はい、あ、この人好きかもっていうのになっていくから、そうですね、はい、これは若くても恋愛ができるってことなんですね。そうです、うん、すごい恋愛マスター。私はもうだから私も恋愛マスター、実は恋愛マスターやった。実はそうなんですよ。本当に好きなの、恋愛が、恋愛の話が好き、うん、恋バナ好きなの、恋バナ大好き、ずっとしていたい、うんうん、今日もね、企画用意してますね、はい、はい、なんかこれをね、ぜひこのユンタクを聞いてる方々にも。うわ、はい、このクイズ絶対楽しい。はい。じゃあ、お子ちゃんいいですか、はい。どうなってもらって。マッチングアプリ、ダメ絶対クイズ。イエーイ。パフ。はい、こちらの企画は、マッチングアプリ専門家のサキさんから様々なクイズを出題していただきます。はい、ということで、港区のトラこと岡田と、井ノ島タイガーこと伊八さん。はい、我々二人はプレイボーイですから、はい、NG 行為を踏まないと思いますが、ちょっとこれね、試しにやっていきましょう。はい。ね、はいはい、じゃあ、はい、まず第1問目。第1問、これだけですよ。ででん。はい。マッチングアプリのプロフィール写真で、はい、一番モテる写真。はいはいはい、はい、はい。A、A、真面目さをアピールした無表情写真。お、真剣そうな顔して。真剣そうな顔。お見合い写真みたいな。はいはいはい。B、歯を見せたにっこり写真。はいはいはい。C、ジャケ風の、ジャケ写風の決め顔写真。決め顔、はいはい。はい、D、彼女が撮った風の写真。あー、うわー、デートナウみたいな。むずっ、むずっ。待って待って待って、なんか D が良さそうな規模するけどちゃうっぽさもあるな。それ彼女が撮ってんねん、女の人の影を感じる、ね、我々これ結構当たるからね。じゃあこれで、しかもなんかこれも彼女が撮った風のなんか写真をそのプロフィールに使うんだっていうちょっと、うん、なんかね、キモさというか、そうそう、何これ、何これみたいな、出てる感じ、そうそう、みたいな。で、ジャケ風決め写真、これは論外です。論外だよね。はい、うん、うわ、これ B じゃないですか、やっぱ。うん、A は確かになんか、A はちょっと怖い、さすがに、うん、無表情で怖くない人なんて、うん、あんまいないですよ。そう、だからなんかにっこりしてる方が、うん、なんか、あ、ちゃんとこのアプリに対する気持ちがあるんだっていう、確かに確かに、ことを含めてですよね。そうだと思いますね。はい。じゃあやっぱユンタクの答えとしては、これ B でいきますか。B でいきます。はい。正解は、はい。D です。あ、D なんや。やっぱその、付き合った時が想像できるからとかですか。あ、そうです、そうです。なるほど。ひねくれてたわ、ね。なひねくれてたわ。昔は、数年前は B だった。おー、はい、それがみんなこれやりだして、はい、これで一眼レフでなんか公園とかで撮ってる写真とかみんなやりだして、差別化できなくなっちゃって、はいはいはい、で今 D、あの、マッチングアプリの人気会員トップ10大体みんな D なんですよ。へぇー。カフェでこう、こうやってお茶飲んでる写真を彼女に不意に撮られたみたいなやつばっかりです。へぇー。じゃあまた
B に変わる時もある。かもしれない。かもしれない。はい、これ今、アメリカは B なんじゃない今。さっき言ってるから。アメリカ E ぐらいにまた全然違うのあるのか、新しいのが。A と C はもうやっぱダメなんですか ?A と C はダメです。C は特に年配の方がすごいやっちゃいます。こうやって。ああ。こうやってやっちゃって。A は、それこそ、学生の時の卒業写真とかを写真にしちゃったりとか、いるいる勉強所の写真とかを写真にしちゃったりとか。ツイッターとかでいるもんね。いる。昔の何年それ。A は。いる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 。おるおる。まあ、俺それ言ったら俺 B だわ。ツイッターのアイコン B だわ、俺。あ、B、B、写真。B、なんか B もいいんですよ。悪くはない。で言うと D、B、A、C って感じですね。あ、そうですね。昔は A と C ばっかりの中に B があったから B めっちゃモテてて。なるほど。B また増えてきたから次 D がモテてる。そうだ、大事だ。おい、次はまた新しいの出てくるかもしれないね。そうなんです。なんか。おもろ。はい。いいね、これ。これめっちゃいい。ちょっと負けちゃいましたけど、次。お願いします。はい。じゃあ、最初の、マッチングアプリの最初のデートで行くべき場所。はいはいはい。は、どこでしょうか。もう、あそこでしょ。はい、はい。これ A は ?A が居酒屋。はい、居酒屋。B が映画館。映画館。C がカフェ。カフェ。D が新宿。新宿これ都内の方オンリーだね。新宿だっけこれ。なんで俺 A 新宿やろこれ。なんで新宿やねん。新宿、まあ、ふらふら。ふらふら。いや、都会ってことね。そう。都会をぐらつくっていう。だから、ちょっと、ね、都会だから、これ、田舎というか。そうですね。慣れてない方に対して、ウィンドショッピング。エスコートするみたいなことです。だから。はい。でもこれさっきちょっと出てた、ちょっとね、ヒント出して。C 出してましたね。C でしょうね。まず、居酒屋は、いきなり居酒屋決めちゃうと、2時間、3時間の拘束が不安です。そうですね。で、B も同じく。しかも暗闇だし。確かに怖いですね。怖いよ。しかも、A がさ、全然おもろくなかったらさ、これは最悪ですよ、最悪。はい。で、D はもう、ロングランで。C ですね。笑っちゃいました、B 喋ると。はい。C、正解 C。ありがとうございます。うわ、これでも、マッチングアプリならではですね。そうですね。カフェ行かないのよ。本当はお酒挟みたいじゃないですか。挟みたいですね。だけど、知らない人とだと結構難しかったりとかね。B の映画館は難易度めっちゃ高いんですよ。チケットどうやって用意するとか、ポップポッコーン買うとか、飲み物ってどうするんだっけとかって結構価値観全然違うじゃないですか。確かに。確かに。なるべく安く済ましたいからコンビニで買ってこうっていう人もいれば、そこは惜しみなく買いたいって人もいれば、めっちゃ違うんで。価値観すごいですね。そう。ホットドッグ食いたい人もいますもんね。そうそうそう。ポップコーン音をね。そうね。気にする人もいるし。爆発音の時だけ。そう。そうなんですよ。スラムダンクのね、最後の一番いいところの部分でボレボレ食う人もいますし。そう。向こうが食べてからポップコーン食べようとかなんかそういう感じがあるじゃないですか。ありますね。確かに、あと、謎のおしぼりのね、紛失ね。映画館あるある。映画館あるある、それぞれの。おしぼりがないの。3人のそれぞれあるある。ええわ、と思う。あ、なるほど。いいね、いいね、面白い。難易度めっちゃ高いっていうのが映画。はい。で、カフェ。カフェ、やった。カフェね。カフェでちょっとワイヤードカフェとかで、ちょっと一杯だけビール飲むんじゃダメなの。ワイヤードカフェでビール飲むのはいいと思うんですけど、人によっては、突然お酒飲み出したんだけど、みたいな人もいるので。なるほどね。そう。だから、ほんとそこは、まあ、エハさんはもうコミュ力高いんで、正直か読んだりとかできると思うんですけど、リスクを最小限に抑えるっていうのを目的にすると、カフェで普通にお茶飲んで、なるほどなるほど。ケーキぐらい頼んで、はいはい。食べて帰るぐらいがいいと思いますね。勉強になります。はい。これは。はい。はい。続いてじゃあ。はい。第2問です。はい。3問ですね。第3問。ですはい。いや、これは全部当てよう。はい。初デートの理想の時間。はい。はい。A、2時間。2時間。B、90分。90分。さあ、C、3時間。はい。D、6時間。ほう。これもまあ。これもまあ、もう。一緒ですね、カフェと。B ですね。B ですね。やっぱりカフェだから。そうそう。やっぱり。2時間長いしね。はい。90分で、これもファイナルオーダージャッジでお願いします。はい。ありがとうございます。行く。そうですね。正解。イエーイ。やっぱ短く気軽なところってことですね。そうですね。もうまた会いたいなぐらい、マット喋れなかったなぐらいで、やめるっていうのがすごい大事です。これだから90分の時間が来た時に、一番どういう伝え方の方がいいんですか？あ、確かに。あ、もう時間だっていうよりは、やっぱ有料化超特急みたいに、おーっと発車の曲やってまいりました。言い訳ない。事前になんかもう次の予定あるって最初伝えておいてはいいと思います、ね。15時までです。とか、うん、とか言って。15時まで。なるほどね。15時まで。15時からちょっと仕事仕事あるよね。なんか最後はでもやっぱり、
大事にしてほしいのが、はい、次のデートの約束は絶対してほしいです。あ、なるほどなるほど。時間、あ、日時と場所まで決めて。あ、はい、あって口頭で。そうそう。男性って結局 LINE 苦手なので、うん、その後また LINE でお誘いしてとかでまた下手くそなので、あ、そうなんだ。喋ってる時に、予定を抑えてほしい。はい。予定を抑えてほしい。あの、一番デートのさようならって言った時が一番好きって気持ちは高いはずなので、そこで誘わないとだんだんまた下がってくる。すげえ。ほんまや。なんか決め、男性から聞いて、女性が、あ、ちょっと、あの、今はちょっとわからないんで、また後で連絡しますって言ったらもうなしと。もうなしです。その90分はね。はい、なしです。あ、それで察しろってことだよ。そう、その判断。確かに確かに。そう。で、女性としては、次の予定を決め、会いたいと思ったら、聞いてくれた方が嬉しいと、うん。で、男性も聞かなかったときは、女性は逆に、あ、ないんだなと思うから、テンションが一回下がっちゃうの。はい。下がっちゃうし、なんか、あ、誘われたら行くかな、ぐらいだったときに、あの、どんどん、日が経つにつれても、めんどくさいな。で、他の、マッチングアプリの特殊なのは、みんな並行してるんで、他の男からも誘われてるから。そう、で他の人と誘われたし、なんか日程決まデートの予定がどんどん決まってっちゃって、うん、もうなんかめんどくさいかもいいかなって言って無視されちゃうので、すげえ早めに、いい時に、いい時の、これはカフェは割り勘ですか、それともカフェはまあ出してあげるのが一番ベストだと思いますね、まあ、はい、ね、そこはまあお互いの金銭感覚と幸せをしていってもらうのがいい、はいはい、うんうん、このカフェはやめた方がいいとかあります？まあでもやっぱドトールとか、なんかちょっとピンポイントでバイネブル行っちゃったやですけど、はい、やっぱチェーン店じゃない方がね、まだいいかもしれないですね。まあチェーン店でもまだね、ちょっとランクが上の椿屋コーヒーとか。ああ、そうですね。とか、ならいいかもしれない。そういうところがまだいいと。スタバとかでもいい。スタバのね、はいはい、ちょっと神宮前のね、はい、交差点の7階にある。テラスがある、ね。テラスがあるとこね、うん。奥までちょっと行って。ああ、テラスがあるとこいいですね。うん、はい、そういうところだと、ね、おしゃれな。おしゃれなスタバ、はい。しかもなんかもうオーダーもね、うん、スタバも。いや、あるけど、QR コードな。もうやっといたやつ。あるけどさ。マクドナルドでもどうですか。ええねん、そんなんはどうでも。ちょっと最後のが、僕一番これ気になる。あ、これもやりますか。はい、これもいきますか、ちょっと、まあ、じゃあ、これちょっと、はい、第4問なんですけど、はい、絶対に失敗しない2回目デートの場所を。場所を。そうですね。A、居酒屋。居酒屋。B、もんじゃ。もんじゃ。楽しい。C、テーマパーク。ああ、ディズニーランドとかね。はい、D、ツルトンタ。おお。これめっちゃむずないですか？俺ね、テーマパークはね、うん、俺ちゃうな。俺も違うと思うね。なんかちゃうなって。ツルトンタンも違うと思って。なんかチャラい。量が多いでしょ。はい。するとでかいし。そういうことです。女性がちょっとね、なんか、ちょっと変な姿を見せちゃう。夜の色ついてるとか。あ、ちょっとね。確かに。六本木のね、六本木のね、ギラギラした。ギラギラした。そうそうそう。もんじゃ焼きとかめっちゃいいけど。もんじゃは、どっちだろう、女性からしたらはず、ちょっと、もしかしたら付き合った後に行きたい場所なのか。ああ、服とかも。居酒屋ってのはこれ、匂いつく。ランクによるよね、また。確かに、その、バーも居酒屋みたいな、バーというか、なんていう、ダイニング。ダイニング居酒屋みたいな。ちょっと暗い感じの。そう、こじゃれ。だから、シルベーとかだったらいいかもしれないね。ああ、あるけどな。シルベー。シルベー、ガヤガヤしないですか、でも。あ、シルベー。それがいいんか、ちょっと、そのガヤガヤしながら、お祭りみたいな。お祭りみたいなね。で、あの、ちょっとオープンキッチンの。確かに、確かに。で、ちょっと店員さんとも喋ってるところを、確かに、見てもらえて、確かに。なるほど。店員さん。とか。そうそうそう。コンパチとか。コンパチ。コンパチとかね。まさに。うん。はい。うわ、でも、普通に、確か A って思ってます。俺も A かな。いきなりは A じゃない？やっぱり。うん、それとも非日常だとしたらもんじゃなのかな。あんま行かないじゃん。確かに。いやし、好きやしな、みんな。そう。いや、むずっ。そんなん言い出したテーマパークも。そうね。テーマパークが並んでる時が、なんか恋愛試験場みたいなね。うん、並んでる間どんだけ、その、相手を楽しませることができるか。だから、結構失敗するんちゃうかな、とか思う。そうだよね。だから、いきなりはやっぱ、辛いよね。変なことしたら、やばそうやから、やっぱ A、うん。A でしましょう、はい。はい。お願いします。ありがとうございます。はい。これは正解 B です。ああ、ね、もんじゃだったかもんじゃ確かに楽しそう。はい、ねなんかね。ね、テーマパークみたいなものもね。テーマパーク。そうそうそう。野菜行ってみたい、行っていただいたみたいな、うん、非日常。非日常。そう。あの、やっぱ変化球次へ行かないと。あ、そうなんですね。しょうがない。なるほどね。あ、そうなんや。谷繁じゃダメなんだ。いや、あるけど。谷繁はさ、ストレートの次にもう一回ストレート同じ場所に、ね、要求してくるから。
まあ、それもね、予想してないからこそやってるかもしれない。普通帰ってくるのを変えない、変えないっていうね、予想ですけど。テーマパークぐらいブレ、こうね、斜めを行っちゃうと、うん、非日常行っちゃうと、また、あの、難易度高いですから。ああ、そうですか。もんじゃは、あと、共同作業できるんですよ。ああ、いきなり共同作業か。確かに。あれ確かに俺、もんじゃめっちゃ行ってわ。知らずに。おい、もんじゃ行く場合は、明太もちチーズにしてください。女子みんな好きや。ああ、なるほどね。はい、どれにするって言われたら、はい、明太もちチーズにしようかなって言って、大体、食べたいって言ってくるので、なるほど、なるほど。もらえると。なるほど、女性に聞くんじゃなくて、はい、決めていいよじゃなくて、はいはいはい、もうこっちから、明太もち、はい、チーズ、もんじゃどうって言ったけど、はい、あっちが嬉しいと思わせる。そうですね。センスある、合うね、はい、みたいな。なるほど。はい、私、月島済みなんで、もうその辺。うわー、月島といえば、ね、確かに月島もね、ちょっと非日常の空間だから、確かに、商店街ね。もんじゃいっぱいあるとこ。結構入るとおしゃれなバーもあったりとか。あらまあ。おすすめです。へえ、嬉しい。もんじゃね。もんじゃ。なんか、さがねさんと昔行ったな。いや、さがねさんと行った話ええわ。もんじゃ。一番マッチングアプリが遠い存在。今まで一番早かったぞ。もんじゃ焼き屋さん行って、はい、50分ぐらいで出たの。短っ。うん。あの、さがねさんが、よし、いや、帰ろうってぐらい。でも、もんじゃって確かに、60分くらいあれば、もう大体食べ終わる。楽しめるよね。あの、あと、ちょびちょびつまむものないじゃないですか。はいはいはい。なんか、2軒目とか行きやすい。ああ、なるほどね。お腹がある程度満腹感を。そうそうそう。なんか、もんじゃ行くときは、多分すぐ終わっちゃうので、うん、2軒目も調査してから行った方がいい。さすがです。なるほど。はい。だから、もんじゃバーが一番ベストです。もんじゃバーめっちゃベストです。もんじゃバー。はい。もんじゃバー。うん。はい。かなりこれ岡田さんも勉強になりましたね。伊庭くんもなったんじゃない？ね、そうですね。ね、いやもう恋愛偏差値がだいぶ上がって、上がった。伊庭くんちょっと今年はね、もう残りわずかですから、ちょっとね、32ですから。はい、32のゴールデンタイムで、はい、ぜひゲットしてほしいと思います。はい、まずは一押しに。あ、ぜひそうですね。婚活の場合は一押しにぜひ。はい。お待ちしております。あのマッチングアプリのね、コーディネーターが、うん、いろんなアドバイスとね、はい、そうです、あのこれから役立つ情報をお伝えしてくれるんで、はい、でご紹介もするんで。あら、はい、そう、ありがとうございます。OK、お願いします。お願いします。それではそんな、マッチングアプリにぴったりなラブソング聞いてもらいましょう。岡田子でペットボトルキャップ。どうぞ。ペットボトルキャップ、きっとここでストップ。罰当たるって思ってまう。忘れてったジュース、シンクに流した。君のことばかり見ていたな。ガルフにマカチョーケー、ガルフにおまかせダイエット、ガルフにおまかせ健康づくり、設備も充実、楽しく運動、スポーツクラブはガルフ、ガルフスポーツクラブ富城前田牧港会員募集中。いや、素晴らしい曲と素晴らしい CM でした。はい、ありがとうございます。それではここで8回ラジオのコーナーです。どうぞどうぞ。さあ始まりました、ラフテーナイトの8回パート8回です。はい、お願いします。お願いします。お願いします。ね、今日もね、浦添市に向けて8回3人でやっております。浦添市の皆さん、起きてください、朝ですよ。何時に放送されてるのか知らないよね、全く。キャラ立ちミュージアムとね、同じ時間だったら確かにそれは、ね、早朝だったな、5時。いや、なんか全く知らない先輩に褒められたというか、ほう、なんかたまにあるじゃん、あの人面白いってすごい言ってたよ。ああ、あるね。あ、こっちは喋ったことないけど。結構嬉しいじゃん。嬉しいね。松田横、適切な松さんが面白いって言ってくれてたよ。あのネタすごいって言ってたよみたいな。嬉しいけど。だから全く知らない先輩だったら、俺なんかあんまうまくリアクション取れる自信がない。ああ。いける？全く知らないってそのどのレベルですか？名前も知らない。全く名前も聞いたこともないってことだよね。誰の先輩ですか？いや、だから、まあ、お笑い芸人の先輩でもいいし、
まあ何でもいいんだけど、その人に言われた時のリアクションを決めとき、だ誰が対応するかを決めて、うん、じゃあ一回やってみる。ちょっと不安だな、うん、え、西口やる？いやだからだ誰々さんが褒めてたよみたいな、あ誰々さん褒めて、あ直接じゃないのか、直接じゃない、あ直接じゃない、でその先輩、うん、まあそこの人はまあ誰でもいいんだけど、うん、誰でもいい、うん、うん、じゃあ例えば、うん、ケビン君、あはい、あれ見たよコント、アンダーファイブの、ああアンダーファイブですか、いやそう客席で、ああすいません、芸人の人も結構さ行ってんのよ、あマジっすか、アンダーファイブ、あそうそう行ってて、意外っす、あ上気づかなかった、ありがとうございます、はい、あのゲチゲチフレンチの鳥谷さんがえすごかった、いやあんな人あんま褒めないじゃん、ああはあそう、あそうなんすね、はい、あ嬉しい、ゲチゲチフレンチ、あれ吉本ですよね、ゲチゲチ、あ俺、あ違う、そのゲチゲチフレンチの、あいや吉本退所か、あ退所、あそうか退所したんですね、そう今フリーで、あ吉本で覚えちゃってました、うん、そうすごい、結構うん俺は好きみたいな、あ鳥谷の、ようん、ああそうそう、そうそう、なんか昔の俺らみたいだなみたいな、まあこれ褒め言葉よゲチゲチフレンチの鳥谷さんがそれ言う、 あんまないよ、ね、まあ、あまあ聞いたことない、はい、そのことです、もういや無理だって、な何これ上手い方だよ俺だって、いや下手だよね、でも知らないですか、なんか、うん、嫌そうにしてます、いや知らなすぎるもん、ゲチゲチフレンチって聞いた瞬間に肝虫かと思った俺びっくりした、いやだからそういうことが、いや起きうる、結構お笑いって起きうるじゃん、あり得るか、そっちの世界ではすごい有名かもしれないけど、いや正直知らないわみたいな、まあまあ知らないかもな、いやでも得意かもしれない、私これコンポン得意、得意かも、あー本当、出してあげる、じゃあケビンから、あコンポンちゃん、あ久しぶり、お疲れ様です、久しぶりです、いや元気してた、あ全然超元気ですよ、あてかさ、はい、俺この間のさ、はい、その K プロスペシャルオールスター、はい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 、俺配信で見たのよ、そうなんですか、え、ありがとうございます、すごいなんかうわーと思って、俺同期何人か見てたんだけど、はい、あすげえ面白いってなって8回、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます、そうそうそう、いやだからでも特にマジで、はい、あの炭素借金の、はい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 、なんか谷さんが褒めてて、谷さんが、そうそう、めっちゃ嬉しい、韓国手の言い方、炭素借金の谷さんが褒めてて炭素借金の、そうそうそう、めっちゃ嬉しい、まだお会いしたことなくて私、あマジ、でもちょっと会ってみたいなってすごい思ってたから、そんな褒めてもらえたなんてめっちゃ嬉しいな、いやマジで、そのマジで言ってた、いや私には本当に思いつかないって、ああ谷さんが、そう言ってたよ、女だったみたいなもあった言ってた、そうなんだ、うん、あ知ってるよね、もちろんもちろんもちろん、知ってるよね、谷さんそんな、めっちゃ嬉しいな、でも私が考えてるわけじゃないんで、やっぱ谷さんの方が全然すごいですけど、ね、ああ谷も考えてないけど、別に、ああそうなんですか、そうそうそう、てっきり谷さんも考えてなかったあマジで、あ意外意外、だって意外です、だって谷別にだってまだ18とかでしょ、ああそうか、相方だ40のやつだから、ああまあそうか、あ知らないっけ、なんか発想が新しいから谷さんの方なのかなとか、ああその最近っぽいから、じゃあ逆に相方さんもすごいですね、うん、ああそうそうそう、うん、めっちゃすごい、そう万引きハイボール次の次だから、やべえ万引きハイボールさ ん, ん, んちょっとごめん行くわ、あ俺挨拶してない、あれ後輩だよ、ね、あそうだよ、うん、万引きハイボールの鈴の木、あ、鈴崎さん、お願いします、あ、どう、あ、そう、何かで一緒になったっけ、何だっけ、何のライブいつでしたっけね、何だっけ、あれ、多分何で一緒になったっけ、あれもう結構経ってますよね、半年とか経ってます、いや、今週一本一緒に、でも多分タイムライブ離れてたけど、あー、だからか、なんだっけ、あれクッション系列のライブ、うん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 、クッションさん、クッションさん主催の、ああそうあれか、そうそうそう、あめっちゃ早かったやつだ、さ、でヨギボーの俺2部で出てたから、あマジでヨギボーの1部、うんうん、あだからその時話しかけてくれたよちゃんと、あそうです、ね、そうですそうです、水さんって声してたから、そう水さん、鈴木さんにはそうちょっとお声掛けできなかったんですけど、うん、水さんには、そう水さんって言われたから、おおポンポンみたいなって、うん、すげえ、いやありがとう、じゃあ電話の中行ってくる、お疲れ様です、うまいね、うまいですよね私、ああなるこうすればいいのか、すごい、ね、うまいと思う、私再チャレンジしますかここの二人でなるほどね、うん、よしじゃあやるわ俺いや直接褒めてくるパターンもある、あそれは、うん、俺そっちの方ができるな、うん、でも逆にいけます、うん、じゃあ知らない先輩に、俺がガサガサ、あ黙ったつ、はい、ういっす、ういあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おはようございます。はい、ありがとうございます。いや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 。ありがとうございます。あ、なんですか？いや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 。え、いや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 、言わす？な、え、なんすか？え、言わす？言わす？え、なんすか？そっちから
ない ないえあ、いや、なんか、ええ、やばいよ、それ。いやいや、違う、え、なんすか、それやばいよ。え、なんか俺、なんか、挨拶しなかったですか、すいません。いや、弥生県で目あったじゃん、この間。もうああそうっすね、会いましたよ。そうだそうだ、すみません、あ、忘れてました。 いろんなと思ったんだけどさ、そうだそうだ、飯食ってからさ、こっちも。いや、すみません、俺もちょっとなんかね、その忘れてた、女のことっていうか、あれだった、忘れてたでしょ。いや、忘れるわけないじゃないですか。俺らのことなんかもう忘れてるでしょ、さすがにね。いや、ちょっとやめてください、俺さ、すごいんだから、もうそっちは。いや、菅さんのおかげっすよ、マジで、本当に。ええマジで、せ、瀬名が、えセナガ、いやいや、セナガさんのおかげですよ、本当に。セナガ、セナガって誰、えセ、セナ、え、うん、あれセナガさん、えいや、こいつ警報、はあ、そっか、すいません、警報さんか、あ、すいません、マジで間違えた。セナガって何、えセナガって、いや違う、めっちゃ似てる、いるんすよ、なんか後輩に、めっちゃ後輩、いや後輩、マジですいません、俺もそいつばっか飲んでて、うん、それセナガ、あ、ごめんなさい、警報さん、そうそう、うわ、マジで俺どうした、疲れてんのかな、すいません、警報さん、ツイッターの DM でさ、はい、この間俺らがさ、はい、結構いろんな後輩に URL 送っててさ、はい、これは警備にも送ったのよ。あのネタとか見た。ああ、はい、見ましたよ。もちろん。見た、マジで、はい。マジか、ごめん、なんか忙しいからさ。いやいやいや、見てないから。いや、当たり前じゃん。本当ありがとうね。嬉しい。いやいや、なんか、その感想送るのもなんか生意気かなと思って、ちょっと。いやいやいや、送んなかった。じゃあ欲しい、ちょっとあれをかけようと思ってんだよ。いや、マジです。いや、全然いいと思いますけどね、結構。どう思った？いや、結構なんか、賞レース向きというか、なんか、お二人の味が出てて、結構いいなって思いました、ね。あ、でも、液体ダメでしょ、賞レース。あ、そうか。あ、そっか、液体結構厳しい。あの後結構そうそう。あ、そうそう。モップ必要になるからさ。あ、確かに結構びしょびしょでしたもんね。あれ、あれ、切ると、まあ。ドロドロって感じかな。あー、ちょ、あ、すいません。結構そう。スライム投げたからさ。うん、あ、そうか。あれ、あれスライムかな、フリで。いや、そうっすよね。フリでスライム。結構なんかでも、なんか、あ、俺はびしょびしょ、なんかびしょびしょって思いました。なんか、セリフ運びなのかな。え、あの、はい、だ5個ぐらいあったじゃん、その、まあ、ブロックで送ってるから。え、誰が一番おもろかった、はい、誰、受け的な、受けまあ、というか、面白さ、面白さ。俺が一番好きだったのは、まあ、3組目の、あれですね、あの、なんかファクトリー、なんだっけ、なんとか。どんなネタだったっけ。なんか椅子座ってみたいな、なんか、結構、なんかあれっすよ、椅子座ってみたいな、座、あった、あった。座るか座らないかみたいな、なんか。いや、あったかな、座るか座らない、椅子は出てきてた。椅子は、はい、あって、椅子あって、なんか座るかみたいな。うん、あれ、それ違うの言われる、あれ、マジっすか、俺違うの見てたの、なんか座るかみたいな、ほんと。マジで、誰が座んだよ、こんな椅子みたいな、うん、なんかやつ、YouTube と間違ってんのかな。鈴木はどうだった、鈴木さん、めっちゃ面白かった。ピンのね、あれっすよね。いや、俺らコンビ名。ああ、そう、そうっすよね。そうっすよね。いやいや。なんかおかしい。いや、違う違う違う。いや、いるんすって、鈴木っていう、マジで。やべえ、最近見たからな。鈴木はいるだろ、そりゃ。鈴木いるんすよ、周りに。混同しないでしょ。ピンでいるんすよ、鈴木っていう、マジで。ちょっと待って、俺の名前。え？さ、いや、待って、俺結構。マジでバカにしないでください、俺のこと。いや、鈴木の警報と。いや、マジで、マジでバカにしないでください、本当に。バカにしてるんすか、俺のこと。いやごめん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 、ケイホさんからも言ってあげてください。バカにしてんすか。いやいやいや、さすがに分かってるじゃん。そう、マジで分かってますよ、ね、本当に。でもほら、聞きたがってるからさ。いやいや、マジで分かんない。ごめんね、腹立つわ、ほんとごめん、ほんとごめん、めっちゃ腹立ってきた、マジで、ほんとほんとごめんって。どういうこと、マジで。行きましょうよ、マジで。くそ、腹立ってきた、マジで。ふざけやがってよ、マジで。そう、鈴木さんが一番好きなのに。危ねえ、危なかった。これ怖いな。いやー。あるから、楽屋のリアル。ちょっと俺、最後チャレンジャーで。あ、ごめんなさい、ちょっと10分経ってますよ。あ、大変だ。はい、というわけで、これ次やろ、次やろ、はい。ありがとうございました。来週ね。はい。いや、素晴らしいね、いい恋愛をしてるということで。はい。ありがとうございます。はい。ということで、お時間やってきたようです。あ、ゆるたくラフテーナイトでは、感想やご要望など、あなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスはユンタクアットマークパッチューネ 21.com、 ユンタクアットマークパッチューネ 21.com です。ツイッターのハッシュタグはユンタクラフテーナイトです。はい、ぜひつぶやいてください。いや、嬉しい、ありがとうございます。本当にめっちゃ勉強になりました。いやいや、これはあのね、もう既婚です。既婚っていうのは、はい、既婚、結婚してますけど、これの情報はあの彼女とかじゃなくても普通の女性に対しても使えますね。うん、仕事の場でも使えますね。あ、確かにね、会食とかでもね、はいはい、はい、いきなり変な店みたいな、いきなりなんかね。そうそうそう。確かに。ね、あの、なんだろう、普通のちょっといい感じのお店行くよりも、ちょっとバラエティチックなもんじゃ行った方が、はい、より近づくね。そうですね。距離が縮まるという。あの、
最初に会った時に居酒屋とかでも短く終わって帰った人の方が、なんか長くいるイメージあります、ね。はいはい。もっと話したいとか。そうですね。会いたいってなっちゃう。それがいいんですね。そう。ずっと居すぎちゃうと、もうネタ切れお互いになっちゃうし、はい、またこんな感じだったらもういいかな、みたいな。そうです。出し切るんじゃなくて、そうや。残す。はい、うわ、確かに。これ大事ね。飲食店とかも、ちょっと腹7分目ぐらいのところの方が行きたくない確かに、ね、お腹パンパンまで食べちゃうともうええわってなりますよね。いやいや、ほんとそう。だからあの焼肉屋何回も行ってんねや。量ちょうどよくないですか？どこだって肉屋さん。そうね、あの焼いてくれるとこね。そう、なるほど。一切れずつやし、はい、それあります。ちょっと贅沢な感じもねあるし、そう、焼いてくれる内容はいいけどちっちゃくして、うん、うわ、めっちゃいいこと聞きました。いろんなものに、はい、行かせる。意外とマッチングアプリが我々の人生のこれからの結構基準になってる可能性が、確かに、これはすごい。ありがとうございます。ただの出会い系じゃないよ、はい、そうです ね、うん、はい、すごくね、はい、恋愛はもういろんなことに全部通じますから ね嬉しい、はい、嬉しい嬉しい嬉しいよ、ね、嬉しいよ、はい、あ、嬉しい。そう、だからいろいろ知れて、あ、そういうことですね、知れて嬉しい、嬉しい。でこれをさっき言う嬉しい顔見て嬉しいでも僕社長のことも大好き、大好き、ありがとうございます、はい、だからもういろいろね、もう話したい、うん、そうですね、はい、すごい話したい。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます、本当に。はい、はい、ということでユンタクラフテーナイトでした。ありがとうございました。